追い込まれながら連続フォアボール。ノーアウト一塁。ああいうのはきっと設備費で払うんだろう、うん、マンションの、うん、共同の。これで流れを取り戻すと続く近藤。でその一番の難しいボールというのは右バッターのインコースから投げるスライダーというボールがあるんですけど、それが非常に難しいんですけど、それを実戦で見せたんですね、後輩たちに。それがちょっと中に入ってこれホームランになっちゃうんですけど、それも打たれた、はい、でも一応お手本をスライダーのお手本をこうやっぱり試合で見せたということで、点数は取られましたけども調子は悪くないです。調子悪くない、はい、あのダルメッシュもまだ出てきますよね、勝ち続きゃ。まあ、原さん曰く出るでしょうね、きっと。出ますね、原さん。出ますね。まあ、我々2009年の時はね、まだ若手の選手だったんですけど、彼は完全にリーダーという意識を持って、この大会に臨んでますんで、どういう、まだまだ、力を出してくれるでしょう。原さんがね、あれは WBC の2回目か、優勝された時、ダルビッシュだったんですね。人タクシーがよく、アンテナ、ラジオのアンテナの、セドリックとかグロリアは電動だったじゃん、うん、上げたり下がりが、うん、あれであれ後ろにあるんだよな、うん、だからあれでよくアンテナを置かれてるのが、うん、いたけどな、あ、またやっちゃった。アンテナさんから見てもダルビッシュは調子は大丈夫だと。大丈夫です。大丈夫ね、はい、わ、はい、かりました。それじゃあ第3戦いきますか。まあね、アンテナを置かれても個人タクシーはほら修理代でもって経費を落とせるからよ、うん、それはいいんだけど、佐々木朗希普通の人と違って。1番、2番をしっかり打ち取って2アウト。3番、フルプへの1球目は。ただいちいちデーライってやってもらわなくちゃ。164キロ。怪物がその力を見せつけます。ところがそのフルプに163キロを弾き返されるツーベース。あのヒュッとは中にやってんだろ、うん、まだ終わんねえから、うん、4番のチェルベンカはショートゴロに打ち取りますが、今日はショート中村さん、ワンバウンド
思わぬ形で先制されてしまいます。打線は自己の先発アコリアに大苦戦。120キロ台のストレートで追い込まれて、110キロ台のチェンジアップ。三冠王の村上も頼みの大谷も、大谷空振り、低めのボール、これも振らされてしまいました。それでも3回、一塁二塁のチャンスで5番吉田。初球打った吉田の打球、レフトの左へ飛んでいる。結構来るんだね、感じ。みんな怒りだらけだもんな。4回にはヌートバー、近藤、雨がバーってね、中途半端降るからね、タイムリー。その後も追加点を挙げた日本、チェコを圧倒して堂々の3連勝です。これは監督、まあ、勝てるというのは私たちでもそう思ってましたから、予想通り。まあでも前半は苦戦しましたよね、ちょっとね。まあ、あの世界で通用するピッチャーって、あのもちろん球が速いっていうのは大事なことですけど、やっぱり変化球、スライダー、あるいは今のようにこうスプリット系の落ちるボール、まあ、佐々木君の場合っていうのはやっぱりどちらかというとまっすぐの速さと、まあ、岩隈君が持ってる縦の、スプリット系の変化球ですよね。だからそれ良かった。昨日はあの徐々にまだ上がってきます、ね、まだ上がる。かなりなんか緊張があったなというふうには見えます。あ、そうですか。江川さんはどう？あのストレートは彼本来のものよりも行ってなかったんですけど、フォークボールは、非常にこう自分のものにしているという、まあ、ボールは変わりましたけども、非常にフォークボールは緩く方向を投げてますという感じがありますね。はい、で相手方 の, あのこれは監督に伺いましょう。向こうはそのなんていうのかな、あの本職は別の仕事を持っている人たちのチームですよね。じゃあもう僕は投げてるけどスピードも遅いよね。あれやっぱりもう やりにくいですから、プロとしては。まあ、チェコという国がですね、日本という、まあ、日本サムライジャパンというチームで、とにかくこう楽しみながら戦っているというのがありましたね。あの1点取った時なんて狂気なんでしたよね。そういう意味で、そのまだまだ途上の国であるということは言えるけれども、あの、情熱というものは、ね、これから先に、ここに存在になる可能性もありますね。そうなんですか。楽しんでやってくれるからね、なんかまだまだ上手くなるかなって気は僕もしてます。はい、そこで、とりあえず日本が4が3連勝、オーストラリアが2勝、チェコは1勝1敗、韓国が出ましたね。あの非常にいいチームのバッティングのピッチャーの方が質もいいんですけど、ただそのポイントの方で皆さんどういうふうにいろいろ盗塁ミスとか、それからピッチャーにちょっとリードをして怖くなっちゃって、もう一度使うと思って300ポイントだからいいところで、そこでこう試合を怖く3月末に300ポイントがなくなったかだから、そういう結果になったんですよね。あ、それは使っちゃいないな。村もこの間マリキアのポイント使ったもん。攻撃力に不安を持ってるチームではないかなというふうに思いますね。あ、まあ攻撃、基本外野。はいはい。我々の時もやっぱりエース格で、投げてきましたね。まあ少しこう中間層の選手たちがいないのかなという気がしますね。育ってないのかな。なんとか言えない。そこで
すいません、やり後ろにいるおばさんに、こんなことがすいません、ちょっとポイント取られてるんだからどうやってやるのって聞いてちゃんと、聞いてくれたもん。コミだね、どっちも変わんないんだね、どっちも変わんないんだね、そっちも時間かかったんだね、だってもうそっちなのがそれ先に並んだんだからね、だからこっちの方が あれをやったんでしょ、バック戦車を、だね、こっちはほらあれじゃん、うん、戦車だけじゃん、水洗いだけじゃん、うん、あ、まだ開けたこっちゃったんでしょ、なんか閉めるだろ、いや、ああいうじいさまだと行っちゃう可能性あるからね、うん、足が固まる、ああ、うそだ、これ水洗いだけだもん、だから早いんだ、こっちなんか、こっから追い上げるはずだったのに、これどう見ますね、だからこんなのタイミングだよ、うん、並んでても注意して、ほとんどさ水洗いだけの方が多いと思うよ、それはね、うん、ちょっとこう体重が乗って前にポコッといったところをパッとタッチしましたので、そういうこと、はい、常にこう注意を払ってたっていうことでしょうね、でも普通はもうあれで一段で、ね、抜けて、はい、でセーフって言われて一段だけだよ、そうなんですよ、ちょっと緩むんですよね、セーフって言われて少し緩んだところへちょっと離れたっていうことですよね、油断してはないね、そうですよ、もう一瞬のあれが怖いですよね、で水洗いでどう見ました、ホイール洗いやると500円だもん、いけないプレーですね、ただ水洗いだけなら300円だもん。